Hello, では始まりました。日々これ演じ中、森田ゴーチです。僕って名字森田だから、やっぱり子供の時、あだ名が一瞬ゴーになったじゃないですか。今回そんなことはどうでもいいんですが、桜ゴーチさんがウーブに所属したということで、それを狙って僕もちょっとだけあるある言ってみようかなと思ってるんですが、まぁ、ちょっとね、武田ジョークチャンネルでも似たような企画がやってたんで、やってみたいと思います。受験失敗しやすいやつの講師への質問あるあるやっていきたいと思います。まあ、本当にね、いるんですよ。やっぱりね、そんな質問するの？それは全然ダメでしょ。受かれねえよ、そんなんじゃっていうね、質問いっぱいあるんですよ。やっぱね、受かるやつのね、質問ってわかるんですよ。あ、こういうこと聞いてくる。うん、いいこと聞いてくるね。とかね、目の付けどころがいいね。とかって、結構聞かれたりするんですよ。先生、受かりやすい質問する人ってどんなやつですか？受からないやつの質問ってどんなんなんですか？ね、具体例教えてくださいって結構言えるんですけど、まあ、受かるやつの質問の具体例は難しいけど、ダメなやつの質問の例はいくらでも浮かびます。なんで今回はそいつらをちょっと見ていきましょう。まずものすごく多いのはこれですね。これって、覚えなきゃダメですか？めっちゃいますね、これね。覚えなきゃダメですかっていうのはですね、覚えたくないですって意味ですね。そうに決まってるじゃないですか。じゃないとそんな質問してこないですから。まあ大体が、はい、うん、やらなきゃダメって一瞬で終わりか、覚えたくないから言ってるだけでしょ。ダメに決まってんじゃん、そんなの。私、そんなに優しくないですからね。それに似てるのが、文系って取らなきゃダメですか？これだから文系取りたくないって意味だよね。まあ別にまっすぐ読んでって分かるんだったらいいですけど、適当にね、解釈とかの勉強しないで流してるだけだとちょっと困るかな。次、めちゃくちゃいっぱいあるやつ。音読って何回やればいいんですか？知るか。知らん。そんなのに答えがあるわけないだろう。10回やれば完璧ですなんていうのはないじゃないですか。だってさ、簡単な英文だったらさ、少ない回数で覚えられるしさ、長いさ、複雑な構文のやつなんて何回やったって覚えられなかったり、何回やったってうまく頭に入んなかったりするわけでしょ。そんなの具体的な数字なんかあるわけないじゃん。で、まあ関連するやつ、これもありますね。これも何回も言われたことある。復習って音読だけすればいいですか？もうやりたくないだけじゃん、それね。当たり前だけど、解き直しだってさ、必要だったりするわけじゃん。回答根拠をはっきりさせるとかさ、そういうのいっぱいあるわけでしょ。音読だけやってれば全てのね、なんか力が身につく、オールマイティーだなんていうふうに思ってちゃダメですよ。復習って言えばね、よく来るよね、こういう質問ね。復習って何時間やればいいですか？決まってるわけないでしょう。そんなのはあなたがやらなきゃいけないこと、あなたが覚えなきゃいけないことによって決まるわけで、なぜそういう具体的な数字を求めたがる？なぜそれに達すれば終わると思うんだ？2時間でいいんだよ。2時間やったら全て完璧だなんてなるわけないじゃないですか。そんなの全然時と場合によって違うわけで、そんな答えを私が持ってるわけないでしょ。もうスッてやって、ま、はい、3秒でもう復習終わりっていうような問題、いいか、2時間だって言ったらどれだけ話す時間を無駄にするんですか？考えればわかるでしょ。こういうね、復習に関する質問ね、ほんとよく来るんだよね。まあ、復習何やったらいいかわかりませんとかだったらね、まだね、いろいろ言いようはあると思うんですけどね。こういうね、わけのわかんない質問やめてほしい。続いてのパターンですね、これね。単語と文法、どっちやったらいいですか？決められんの？どっちか一つなの？これ。相反するものなの？これは。相互排他的なものなの？これ。片っぽが入ったらもう片方は入らないものなんですか？所有格と座の関係みたいに、片っぽが入ったらもう片方は絶対入らないみたいな、そういう関係なんですか？違うでしょ。そんなことはないでしょ。単語も文法も両方やった方がいいに決まっているわけじゃないですか。同時進行できるわけじゃないですか。だから、二つはやりたくないですっていうメッセージなわけでしょ。私からすればね、今日の夕食なんだけど、ご飯とおかずどっちがいいですかねって言ってるようなもんですよ。もう両方やればいい。こんなのはね、よくあるわけですよ。英文解釈と文法どっちやったらいいですか？英文解釈と読解どっちやったらいいですか？みたいなね、そういう質問ですよ。時間がないんだったらもちろん優先順位考えなきゃいけないけど、あなたの力はわからない、こっちは。で、多いのはそれに関連して、構文の勉強ってしなきゃダメですか？これだ、構文やりたくないってことですよね。さっきのまあ SVOC と似てますよね。SV 取らなきゃダメですか？似てて、構文やりたくないですっていう人結構いる。しなきゃダメですかはやりたくないの裏返しですから。で、あとはね、いろいろ自分で勉強習慣つけたりとかして、まあわかんないです。昔習ってた先生とかに言われてやってたのかもしれないけど、こいつもすごいこれね。全訳ってしなきゃダメですか？ね、まあ、特にノートにね、全訳書かなきゃいけないですかとかって言って。わかる、やりたくないってことでしょ。まあ、それはね、あなたが、ね、そんな和訳の訓練を永久にしたいんだったらどうぞって感じだけど、わざわざ書かなくたってわかるものやってもしょうがなくないともう思うんですけど、まあ、やりたきゃやればって感じじゃないですか。
これで派生バージョンが要約ってした方がいいですか、段落ごとの要約した方がいいですかとかね、はいはいはいみたいな、自分で決めなさい、そんなの、あなたの志望校の出題形式によるでしょう。次、よくあるお悩み、単語も構文もわかるんですけど読めないで、成分が分かってない。単語も構文もわかるんだったらその一文読めてるはずですよ。ちゃんと単語知ってるんですよ、ちゃんと構文も取れてるんですよ、でも読めないんですよ、読めなくねえよ、単語構文のどこかが分かってない、お前の分かるは一体何なんだ。で次あるのはね、これ一文一文は分かるんですけど長文が分からないです。これめっちゃあるよね、すげえいっぱい来るよねこれね。で大体これも一文一文が読めてない、もちろん本当に一文一文が読めてて長文が読めないですって人は一文一文が読めてるけど読んでる途中で忘れちゃいますって人です。大体長文が読めないですじゃなくて内容忘れちゃってて、かつ読めない英文も途中に挟まってるから、だからわけわかんなくなっちゃうって人ですね。まあそれはだからほとんどは一文一文がまず読めてないのが本当だから、それをなんとかしなさい。であとは文と文とのつながりを全く考えない、論理的に読まないから、だから記憶に残んないんですよ。文と文とのつながり、段落と段落とのつながりっていうのを意識しないから、だから忘れちゃうんですよ。はい、次もね、これね、私も予備校の授業で流行語って呼んでるんですけど、シスタンで足りますか？もうこれさ、コメント欄にもめっちゃ来るじゃないですか。シスタンで足りますかとかね。それだってさ、シスタンで足りますかって足らないと思ってるんです。不安ですって言うでしょ？まずシスタンを覚えてから言え。覚えてから足りないかどうか判断しよう。それでもね、余裕があるんだったら、なんかパスタの11やるとかさ、そういうのはできるわけですけど、まずシスタンすら覚えてもいないのに、足りますかとか言ってんじゃんね。で、まあ、いつも言うんですけど、わかりますから、大体ね、単語帳で決まんないから、あなたの合格は自分の大学に合わせたものをやっていけばいいし、スーパー難関大じゃなければ全然システムで十分、ほとんどの単語帳単語に似てる書いてあるの、ね、こっからはねもう厄介なやつら、いわゆる細かいところを言ってくる人ですね。先生は授業で多動詞だって言ってたんですけど、辞書には自動詞も載ってるんですけど、知ってる。じゃあお前は自動詞で使う場合どうやって使うかを知ってるのか。辞書引いて載ってるって言うんだったらちゃんと使い方まで知ってからやってこい。ディスカスの自動詞がとかって言ってくるんだったらその使い方を知ってからやってこい。辞書には加算名詞も載ってるんですけど、加算名詞になる場合の使い方を知ってから言ってこい。そう、使い方まで調べてから言いなさい。そんなね、ただただ辞書に自動詞書いてやるとかって言うので来るでねえ。そんなことはこっちは知ってる、ね、これ多分今ね腐ってくる人いると思うんですよ。もう今年もね何人も来たからね。単語の言い換え問題でここの文脈を使えばこれが言い換えになるんじゃないですか。お前がその単語の意味を決めたのか。この単語の意味はこういう意味だからそれしか正解にならない。いろんなとこから文脈を取ってきて勝手に決めるな。そんなんだから赤本の解説が詳しく書けないんだよ。この文脈使えばいいじゃないですかとかって言ってくる人がいるから赤本の解説は簡素になってる。そういう文句を言ってくる奴がいなければもっと赤本は詳しく解説が書かれていたのに、自分で自分の首を絞めてることがわからんのか。そうなんですよ。だからね、あれね、こういう文脈だからこれが正解ですって赤本には書いてないんですよ。どうだったですかね。最後は一番多いのをやりますかね。今年も来たし去年もいっぱい来たやつをやっておしまいにしますか。〇〇大学受けるんですけど何やればいいですか。知らん。出願して受験料払って試験会場に行け。はい、そんなわかんないですよ。あなたのねバックグラウンド知らないのに何も言えねえよ。そんなのこういう現状でここの大学はこういう感じの問題を出るんです、だからそこまでの道のりどうしたらいいですかとかね、そういう具体的に持ってこい。あなたの現状も知らないでそんなね到達点までの道のりを示すことができるわけないじゃないですか。そうでしょ。英検3級レベルなんですけどあと4ヶ月で早稲田に受かりたいですとか言ったらそんな無理っていうに決まってるじゃんね。はっきりさせて来てからやってください。そう、こういうねトンチンカンなはっていうね質問をするのはやっぱりね困るわけなんですよ。きちんとねまず自分で考えてから質問に行きなさい。そしてそんなの答えられるわけないでしょって思うような質問を持って来ないでください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 僕ってピンマイクつけてるのにピンマイクじゃないマイクで喋ってたじゃないですか。